中学1年生です。国語だけ苦手です。70点でした。どうすれば良いですか？どうすれば国語できますか？学校の国語って相性も出やすいんで、まずは漢字文法が満点取るように勉強することですね。で、2点目っていうのは、学校の、教科書ワークとかを買って、ある程度類似問題に慣れておくっていうのが2点目。で、3点目は、結局、教科書の読み足りないっていう部分が出てると思うんですよ。教科書をしっかり読んでおく。もちろん、読み足りたよとかって思うかもしれないけど、読めば読むほど深くまで勉強ができるので、それを読むっていうのが大事ですね。テストの時に読み直すってことをしなくてもいいような状況にしておくっていうのも一つの手です。あとは、国語に関しては読解力っていうのがすごく影響してしまうので、国語の読解力がなければ、どうしても伸びない悩んでしまう。あとは演習量が足りないっていうことかな。演習、国語の演習量が足りないとどうしても読解力あっても解けないっていうことになるので、そこら辺が原因かなと思います。さっきの国語は苦手な人ですが、どうもこんばんは。問題集などはどのようなものを使えばいいですか？学校で配られたワークやるのでも、実力テストで90点以上取れますか？塾行った方がいいですか？塾は別に行かなくていいんだけど、実力テストで90点以上取りたいんであれば、さっきも言ったんですけど、読解力があるのかないのかで、勉強方法が変わるので、読解力があるんだったら実力問題、いわゆる受験問題集とかでやっててもいいし、ハイクラステストとかそういった教材やっていけばいいと思うし、でも読解力ないのに難しい教材やってても国語は絶対伸びないですよ。言ってしまったら問題集は学校レベルぐらい、標準問題集っていう問題集、市販のやつ売ってたりするんで、そういった教材を買った方がいいかなと思います。